皆さんこんにちは。一ノ瀬隼人はラグビー日本代表を応援しています。あ、終わったんだって。前回は SHP ギアス仮面ライダービルドトライアルフォームを紹介したんですけども、さあもう一個あります。はい、こちらでございます。魂燃焼2019 SHP ギアス真骨頂製法仮面ライダー TN 10点、200点満点中ね。はいはい、その前にその前に、はい、白と赤と黄色のやつ、オーソライズ、完全にパクりましたね。シュポン、あー、続いて一ノ瀬ライクスベスイートワールドイズオルナミンスイ、元気アツアツですよ。はい、開けろ開けろ、真骨頂 D エンド開けろ。おい、確か去年の魂ネーションで参考出品で出てた。それがいよいよ1年越しにこう魂ネーションのその開催記念商品として販売と。シュワ、待ってたぞ、カイト。シュワ、真骨頂製法、マスクドライダー、D エンドと。はい、裏面が、はい、D エンド。あ、来たぜ。だー、うわー、来たよ。パッケージの前面は D エンドで、裏が、はい、こんな感じ。そうなんだよ、ネオディエンドライバーも入ってるんだよ。それでは参りましょう、カイプフー。わー、はい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 、うーわ、またカードが、あー、すごいすごいすごい。はい、内容物はディエンド本体、ディエンドライバー、そしてネオディエンドライバー、交換用テクイパーツが8種類。そしてライダーカード。またライダーカード、すごい細けえな。このビニールが時々結構取れない時あるよね。うわぁ。あー、これはもう確実にあの別名、小さな栄徳さんですよ。編集が終わらない。もうやる気出ねえよ。そんな時には、はい、オロナミン C! お前は、いやー、久しぶりね。ビタミン C!ビタミン B、 着色料保存料ゼロ、元気ハツハツ、よっしゃ、編集再開だ。それでこそ一ノ瀬だ。力の源はここに、元気ハツハツ、オロナミン C。 はい、こちら真骨頂 D エンド、いやー、待ってたよ。はい、マスク部分はこんな感じ。うおー、銀のラインが入ってて、この耳の部分もね、ちゃんと色分けされてますよ。首のカードはこんな感じかな、グッと。あんまり下にはいかないかな。で、ここまで曲がると、なんだこれ、横顔、ここら辺がすごいよ。もうちょっとオーバーかもしんないけど、本当にテレビからそのままできたかのような感じ。はい、アーマー部分ね。はい、後ろがこんな感じね。はい、肩の部分はグッと、おお、ちゃんと水平まで上がりますよ。で、肘がグッと、なんか可愛らしい感じになっちゃって。はい、次はベルト部分。このバックルの D エンドマークもね、綺麗に塗装入ってますね。ディケードみたいにここだけが外れるわけではないみたいなね。そして横のカードホルダー、あー、ちゃんと D エンドマークが入ってる。まあ気はしないのか。後ろもこんな感じ。このアンダースーツの色がね、こう綺麗なシアンだから、余計この黒がこれ目立っちゃうね。さあ、ハンツヤのブラック、金のラインが入っててかっこいいっすね。グッとここまで上がって、膝と、はい、足首とつま先と、はい、足の裏もこんな感じ。さあ、付属品見ていきましょう。まずはこちら、ライダーカード、またちっちゃくて細かいですよこれ。とディエンド、ディエンドコンプリートフォーム、G3、ナイト、カイザ、ギャレン、イブキ、ガタック、ゼロノス、イクサ、アクセル、バース、メテオ、ビースト、バロン、マッハ、スペクター、ブレイブ、クローズ、ゲイツと。はい、で、その下はアタックライドのカードなんですけど、これ、今ちょっと顕微鏡で見たんですよ。安い顕微鏡で見たら、これ、ネオって書いてあるわけよ。ネオディエンドライババージョンになってるの、これ。ネオイリュージョン、で、ネオクロスアタック、で、ネオディエンドブラスト、ネオインビジブルと。
最後はファイナルアタックライド。ディエンド。はい、裏も、はい、こんな感じ。さあ、こちらもちっちゃいです。ディエンドライバーです。はい。うわー、ちっちゃ。にもかかわらず色分けがすごいです。さあ、裏がこんな感じ。あー、ちゃんと入ってるね。そしてなんと、おお、ちゃんとスライドしますよ。で、戻すときこれ、カチッて入るわ。さあ、そして今回、このディエンドライバーに、さらに、こちらですよ。はい。ネオディエンドライバーですよ。うーわ、こちらもすごい塗装になっておりますよ。こちらも、はい、スライド。うーわ、カチッと。すごいね。ディケイドライバーはまあ差し替えだったんですけど、今回はスライドで再現可能と。うーわ。ディエンドライバーを持たせてポーズを取らせてみました。いや、エロい。なんかエロいなぁ。エイドクサ入ってるよ、これ。結構ポーズ取らせるのね、難しいよ、これ。まあ、こんな感じとかね。ああ、いいね。いや、いろんな角度から見てもかっこいいわ。はい、次はネオディエンドライバーで。な、一気にジオの世界になったね。はい、こんな感じもね、いいんじゃないでしょうか。いや、やっぱりね、ディエンドね、素晴らしいね。すっごい、やっぱこんなにね、これ、はい、真骨頂のクーガのディケードバージョンと並べてみました。10年前の悪夢です。本当にあれは何だったんだろうね。はい、ということで、魂ネーション2019開催記念商品の SH フィギュアーズ真骨頂製法仮面ライダーディエンドを紹介しました。まあちょっとありがちな言葉になってしまいますが、最高のお宝だと思います。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思う人はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、一ノ瀬隼人でございました。また次の動画でお会いいたしましょう。